7対1で、7対1、はい、応援してましたけどね。ありがとうございます。はい、はい、まあ、DeNA ベイスターズ選手ですね。いや、横浜高校出身の方が多い、多い、はい、後藤さんにさっき会って、あ、本当ですか。はい、あった後藤さん、なんかお話は、あ、ちょっと、あ、後藤さんどう、あ、どう、はい、見てましたよ、はい、あの、DVD ありますから、横浜高校、あ、なるほど、98年買ったんだ、はい、買ったんだもん、俺、テラサで、そうなんですね、電話して買ったよ、はいはいはい、DVD、はい、あれ、今、宝、宝、そうですよね、でも、やっぱ皆さん、見たいですよね、あれ。いいですか、ぜひお願いしたいんですけども、皆さんお願いの拍手をお願いします。じゃあ皆さん聞いてます。なんかここ横浜だからだいぶ受けもちょっと違うね。いやいや、いい受けだね。ありがとうございます。何喋っても受けるもんね。じゃあいきますね。はい、よろしくお願いします。じゃあ架空の試合でいいですか。いってきます。さあ、夏の全国高校野球選手権大会、ついに決勝戦、神奈川の横浜高校対大阪の PL 学園、さあ、まもなく試合開始ですよ。あー、ピッチャーですね、これね。あー、ずいぶんリラックスしてますね。タンタタン、タンタンタタン、タンタタン、タンタンタタン、タンタタン、タンタンタタン、この笑顔ですよ、横浜高校、決勝まで来ました。試合を勝ち抜きました。全国制覇ですね、神奈川を制しました。渡辺監督は以前こんなこと言ってました。神奈川を制するは全国を制する、甲子園で勝ち上がっていくより神奈川を制するのが一番難しいんだと渡辺監督は以前こう言ってましたね。でんでん、あ、そしてこちら大阪代表 PL 学園ですね。あー、 PL 学園、まさしく1998年あの松坂大輔の時にあのネットを通じた大阪の PL 学園、まもなく試合開始です。一塁側アルプススタンド、神奈川県代表横浜高校、へっしゃー。大阪代表 PL 学園、へっしゃー。ファーストファーストファースト、お待たせしました、決勝戦ピッチャー坂口君、キャッチャー長谷川君、ファースト中村君、センター大口君、まもなく試合開始です。さあ、神奈川の横浜高校、今決勝戦主審の手が上がった。あー、第9打撃だ、さあか、さあ試合は9回裏ツーアウト、ついに来ました、ツーアウト、大阪の PL 学園が3対0、神奈川の横浜高校ショート、長谷川くん、テン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 、よーこーこーテン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 、うわー、ピール学園、うわー、牽制球、テン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 、危ない危ない、テン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 、もう一本、よーこーこー、もう一本、よーこー、テン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 、ボール、にらめつけましたね。姿勢の先にあの渡辺監督、でんてんてん、横浜で肩の力で的を絞って打ってて、腰から下は打つだったでしょうね。横浜でんてんてん、横浜でんてんてん、横浜トゥルルでんてん、横浜、あー横浜、勝ち割れか、勝ち割れか、三塁アルプススタンド、でんてん横浜、チアリーダーも入ってます、横浜、私はね、スライダーで一度でいいと思いますよ。さあ、スライダーがストレートかカーブか、あー、横浜って、うわー、投げた、打った、セカンドゴロ、セカンド入った、ボール無視で一塁投げられて、二塁三塁まで、ツーアウト満塁、テン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 テ
川さん、この9回でこのスピードですよ。すごい鍛えてますよね。追い込まれた横浜高校の大森、あー横浜てん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 横浜てん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 横浜、大変申し訳ございません。この後ですね、1時45分が総合テレビです。横浜高校の栄誉と対同校の校旗を選手します。世界をつなぐこの一郎、横浜高校、横浜高校。